はい、じゃあ次ですね。はい、こっちの苗は、28の方ですね。8日に、ガーデンメッセさんでやったオラエイさん苗の販売会の方で購入した苗になります。今回 のオラエイさん苗販売会がですね、事前に整理券をガーデンメッセさんの方のベースで購入をして、で600人今回限定だったんですけど、で、その販売券を持ってる人が当日ガーデンメッセさんに入れるっていう、オラエイさん苗のその販売会に入れるっていうような形のイベントで、で、当日は朝、ガーデンメッセさんの方に行って、そこで9時でですね、番号を引くんですね。で1番から多分600番まであったと思うんですけど、そこの番号順にオラエイさん苗が買えるっていうようなシステムになってて、で私の番号が111番で、私自分のお母さんとあと妹と一緒に行ったんですけど、こうまんべんなくね、111番、242番とあと300何番だったかなっていうので、まんべんなく番号が引けまして、で、60人ずつブースに入れて5分間苗を選べるようになってまして、でこのミックスベリアの札とそれ以外の札1個ずつその5分の中で買えるっていうようなシステムになってました。でオラエイさん苗ね、とってもたくさんあったので、3巡まで購入できるようになっててですね、途中でね、買えられた方もいらっしゃったみたいなんですけど、私3回回って苗を購入できたので、今回5つですね、購入することができました。当日オライさんもね、来られてて、最近エケベリアの本を出されてたのでね、サイン会とかもやってくださってて、私そっちはね、すごいたくさん人が並んでてので、今回そっちは特に並ばなかったんですけど、こんなにたくさんねオライさん苗買えたのでとっても満足してます。で、あとプラスオライさん苗 の新作のねお披露目会っていうこともありまして、どれだった、これこの苗ですね、じゃじゃん、28日にお披露目になってた苗をもうゲットできました。ね、たくさん500個ぐらいね、用意してくださってて、でこの形もすごいたくさんあったんですけど、私こうねギュッともちっとなってる苗が好きなので、今回この形を購入してきたんですけど、よいしょ、ちょっと見えるかな、これラズベリーメモリーズっていうお名前になってますね。ちょっと結構ツンツンしてて、これ多分ね、こういうすると紫なのかな、っぽい色になるのかな、結構ザワワとかよりの配合になってるのかなって思ってるんですけど、こんな感じですね、とっても可愛いです。で、もうこれね、先に紹介しちゃったんですけど、当日に今写真出すんですけど、こんな感じでね、オラエイさん苗 の、 1番から最後ね、28番、29番かなまでの苗が全部ね、こうずらっと見本で並んでて、とってもね、紅葉しててね、すごい可愛い苗が並んでました。本当は会場の写真もちょっと撮りたかったんですけど、もう私興奮しちゃって、写真撮るのすっかり忘れちゃって、ね、写真がなくて申し訳ないんですけど、とっても盛り上がったイベントでした。で私このね、新作の苗も当然お目当てで行ったんですけど、もう一つ、この雪、これですね、つぼみ。っていう苗がね、どうしても欲しくて、今回これを
狙っていったんですけど、ゲットできました。これちょっとカメラが動画だと伝わりづらいかな、あのすごい真っ白なんですよ。ちょっと緑っぽく見えるかな、ちょっとライト位置ずらしますね。あ、見えづらいか、こんな感じ、白くて、でこう先っちょのねところここだけね赤く点々な感じでね、本当に先っちょだけ赤くなってて、あともう本当に真っ白なんですけど、いやこれちょっと動画じゃあちょっと色が若干違うかな。すごいとっても可愛くて、これ今回ゲットできたのでね、大事に大事に育てていきたいと思います。でもう一つ先にミックスベリア紹介しますね。これ片思いっていう苗ですね。これもあのこう先っちょ角がついてますね。葉っぱの形は結構この雪つぼみと似てますかね。そこは分かるかな。あ、でも2つ並べるとだいぶ色の違い分かりますね。こっちがすごい白っぽく見えるの分かりますね。これ30名の時に購入したんですけど、これも紅葉するとねすごい可愛い色になってました。可愛い。これもねあのもう本当に大切に育てたいと思います。次あの青札の方ですね。もう青札がすごいたくさん売ってて、であのもう5分しかね見れる時間がないのでもうなんかとりあえずパッと見で、あのすごい可愛い私好みのものを2つ選んでますね。まず1つ目、これがちょっとすいません、ソーフレンとコロラータタパレパタパールパタパールパタパールパですねの配合になってますね。形はね多分コロラータっぽいかな。でもちょっと爪がねツンツンあるから、これがちょっと他の子がの特徴なのかなって思うんですけど、紅葉した感じはね紫というかピンクっぽい感じですね。こんな感じです。これはもう一目惚れしてバッて撮りました。私初の青札ちゃんです。あのザワワのねとかが欲しかったんですけど、今回あのお母さんと一緒に行ったのでそっちの苗は母に譲りました。後であのこう家族総出でうちは行ったので1人5個でしょ16個かな、あのみんなで合わせると苗を変えたので、それは最後にあの画像があるのでそっちで紹介しますね。はい、で最後これがピンフィールとストソクティフローラちょっとカタカナが読みづらいな。これはちょっと私どっちも聞いたことがないんですけど、あれですね、私あのこのねあのさっきのこの雪つぼみと片思いとかもそうなんですけど、こういう形の葉っぱでここね上にツンとなってるのがね、あのこういう形すごい好きなんで、今回3つぐらいあの同じような形になっちゃったんですけど、これですね。ちょっとあの画像だとすごい緑っぽく見えるんですけど、あのこれも結構白っぽくて、で裏側がねすごいあの紫色に紅葉してますね。ライト当てない方がいいか、色が色わかるか、あんまり変わんないかな。で今回私が購入できたおらいさん苗はこちらですね。で最後にうち家族4人で今回買いに行っているので4人分のでね苗をちょっと画像出しますね。こちらです。はい、こんな感じです。もうラズベリーメモリーズはみんなで買ったので3つありますで、あとねチョコンとかもち
っとこれちょこんってなんだろう、青のなぎっぽいっていうんですかね。でちょっと葉っぱがちっちゃくて、お星様になっちゃったらちょっと怖いので、これも2つ買ってますね。はい、こんな感じです。はい、今回は、27日28日とね、あの谷リバスタさんと、あとガーデンメッセさんのオライス山内の販売会の方のイベントに参加してきまして、その購入品の紹介をさせていただきました。今これ全部寄せました。もうね2年ぐらいコロナでねイベントとかあんまり参加できなくて、私こんな大きなイベントに参加したのは多分初めてかななんですけど、インスタとかでこうフォローさせていただいてる方とかに結構会えて初めてお話できたりもしたんですけど、こうやってタリナーさんとねこう交流しながら苗が買えてとってもいい休日でした。すごい楽しかったです。で、プチポチさんとリリーさんの、ワークショップでやるはずだった寄せ植えの方はまた次の動画で寄せ植え度、次で寄せ植え動画がアップしますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、最後までご視聴していただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価していただけるととっても嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。